ございます。カプリです。今日は晴れてます。昨日も晴れてました。でも寒かった。コメント、福沢諭吉さん、旗から見たら大変なことかもしれないけど、私は大変だと思ったことはないですよ。ほら、いろいろあって摂食障害や精神的な病気とかはなったことない人にしかに話しても理解してもらえないですからね。まあなったことない人でないとわかんないのでしょうけどね。そうですよね。私の病気もそうですよ。理解してもらえない。理解してもらえなかった。なかなか理解してもらえない。元気そうに見えるんですけどね。そうなんですよね。本当ね、こんな私のような病気も本当元気そうに見えるんですけど、苦しいんですよね。苦しくてもがいてるんですよ。でも理解してもらえない。まあ理解してもらおうとも思わないですけどね。でもね、前はそう、理解してくれ理解してくれって思ってたんですけど、なかなかね理解してもらえないんだよな。難しいね。傷がないからね。傷が見えないからね。心の病っていうのはね、本当です。傷が見えてて血が流れてたりとかしたら、あ、痛そう、大丈夫って思われるかもしれないけど、全然傷も何も見えないし、なんだろう、元気じゃんって、ただの甘えじゃんとか思われるんですよね。甘えてるのかもしれないんですけど、人から見たらね、苦しいんですよ本当に。苦しいんだな。なんかやだよね。なんかやだ。ぼーっとしてしまう。昨日ね、夜に娘とずっと話してて、昭和の話とかね。娘好きなんで昭和オタクなんですよね。東京のね、東京の娘ってゆき、すごい、もうめっちゃすごいよって、とゆきすごいよっていう話とか、でアルバイト先に芸能人が来るそうなんですけど、接客したとか、いいねって言って、そして今テレビで失恋ショコラティエっていうのが出るじゃないですか、松潤の。それのね、私チョコレートが好きなので、チョコレートを見るのが楽しみなんですよ。そしてチョコレート食べる姿とか見て、おいしそうと思って、でこっちにはそういうチョコレートショップとかいうのないので、ああいうところがあったらね、行って買いたいなとかね、いいなとか、娘に送ってもらおうかなとか考えたりもして、
ないですもんね。こっちチョコレート1個売りとか、もうねコンビニに行ってチョコレート買うぐらいですよね。なんか可愛らしいチョコレートが食べたい。甘い。冬になるとメルティーキッスですかね。あれが出ますよね。あれ好きなんですよね。あれ美味しいです。まあそういうことです。今日は日曜日ですね。ああもうすぐ、でももうすぐまたね、半分、2月の半分も越しましたよね。もうすぐ3月か。春になってくるね、だんだんね。私何してんだろう。まあ今日も一日皆さんが無事でありますように、いいね日曜日をお送りください。私も、私は何もないですけど、まあ何かしら頑張ります。じゃあまたレビューしますね。ゆきちゃんコメントありがとうございました。じゃあまたね。